フェルディナント・デッペはドイツの博物学者、探検家、画家である。ドイツ博物館のために動植物の標本を収集した。デッペの描いた南カリフォルニアのサンガブリエル修道院のエベルリンに生まれた。兄弟にベルリンの動物学博物館で働いたビルヘルム・デッペがいる。1828年に探検家のアルベルト・フォーン・ザックが率いた。 メキシコの探検にイギリスの博物学者ウィリアム・ブロックと共に参加した。この探検で集められて多くの標本はドイツに送られ、ベルリン動物学博物館のリヒテンシュタインらによって研究された。1828年から1830年の間にはクリスティアン・ユリウス・ィルヘルム・シーデと共にメキシコのベラクルス州を探検調査し、この時集められた標本は ディーデリヒ・フランツ・レオン・ハルト・シュレクテンダールが分類記載した。1836年にはカリフォルニアを、1837年にはハワイを探検調査した。ハワイではオアフ島で現在は絶滅したオ,オ,オドリを採集した。爬虫類の種、オブロニア・デピー、アスペダ・ーサリス・デッペー、ピチュフィス・デッペー、タンティラ・デッペーに名前が残されている。リス族の種、 スキュールスデッペイや英名でラッキークローバーと呼ばれる植物の種、オキザリスデッペイにも懸命された。デッペイは植物の学名で命名者を示す場合にフェルディナントデッペイを示すのに使われる。ありがとうございます。